ご飯だって分かって陣取ってるの。ご飯の場所陣取ってる。ちょっとパン温めるのがなんか不満そうな顔してるけど、パパと一緒にお仕事できなかったから不満なんだ。そうそうそう、お仕事行けなかったからね。よいしょ。パパはパンで先に大変なんだもん。そうだよね。お仕事だけじゃなくて、おろしの面倒もしなくちゃ。ああ、そうかそうか。そういうことで、あ、鮭がいっぱい入ってる。こんなたくさん食べられないから。あ、鮭一匹で、まあ、すごい一切れで。これ2食分っていうか、2回分になっちゃうね。そう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 。スパゲティはね、パパのカナルじゃない、ブシャラレーヌの方についてたんだけど、あ、ちょうどいいわと思って、うんうん、私こうやって食べるって思ったの、ブシャラレーヌもういいかね。いいかもね、便利便利。はい。おそのままなし合う。うん。熱くなってる。うん。わおわお。うん。パパそのスプーンでいい？このスプーンで。うん。これなんだ？なんかこれ蓋。これ蓋なの？うん。ブシャラレーヌは棒です。わあ、棒がいっぱい入ってる。これを食べて、スパゲッティ食べるのよ。全部食べるね。うん。フランス人は。これ一人分じゃないよ。これ一人分だよ。でも、だからスパゲッティのソースにもなるわけでしょ。うん。うん、ではちょっともうそれだけ取っといて、後で食べようよ。うん、スパゲッティしてね。うん、じゃなくて二人で。ああ、だからそっちのスパゲッティ、ほら、スパゲッティそんなに残ってるんだよ。ね。うん。サラダしなかったけど、わざと。うん、蓋閉めるのよ、こうやって。うん、いい？スプーンこう置いてて。うん、お行儀悪いけど。サフランのあれだから、こっちは焼き豚もう入れてあるから、うん、味だけつけて、今日の夜のラーメンに。いよいよラーメン。太陽くんが買ってきてくれた生ラーメン、冷凍してあるから。はい、いただきましょう。おいしそうなのあるね。あのつくねが入ってる。ああ、本当だ。うん、鮭は巻いてあるの。巻いてあるだけ。うわあ、なんか美味しそうかも。うん、ね、私鮭だけだとちょっとあれだけど、いいやと思う。うん。お客さん来た時の重要の入れ物だけど。やるんだけど、ちっちゃいのと大きいのともうボロボロになってる。これとこれね、種類違うのかな。そうなっててね、ちょっとで、これはあれだと思うのね、ボンボンってこっちで言ってる。あ、シャーロット作る時の、うん、それ、こっちに入れればいいかな。待っててよ、まだよ、って聞いてね。まだだね。よいしょ。入れ物大きくなかったね。
これが、あ、違う。ちょっと違う。ほら。うん、なんか美味しそう。上、メレンゲだね。うん。うん、おいしい。パイ生地に。2月の13日までだから食べられるあれとんかつとかもそうだよ、うんうん、はい、いただきましょう。いただきます。はい、お手、おかわり。はい、よし。私たちはお皿ちっちゃいお皿。そうだね。大丈夫かな、小さい。どうせパパ、大きいお皿でもボロボロするから。ね。はーい。いただきまーす。はい、いただきまーす。いつもこうやってなんだろう、そんな。パパ来たね、ほんとの。いつもパパ遊んでくれるかなと思ったの。なんかおるぞ、ママね、邪魔してたでしょ、おるぞ。日本語で作り方が書いてあったけど、全部お好みの麺はお好みの硬さにしてください。スープはお好みの濃さにしてください。具はお好みで付け合わせてください。今日お野菜はさ、気に入ったことでいい？うん。ちょっと麹が 100g 残ってるから、本当は200必要なんだけど。あ、要冷凍になってるんだ。冷凍なの？うん、これ3人前って書いてあるけど。そう、だから2人分ってことだ。うん、2人分だね。脂身の多いところだから、うん、私あの豆腐のソースがあったから、うん、それにしたパパが嫌だったら私食べるよ、納豆みたいだから、うん、いただきま す, きます。私食べようか。いいよいいよ、食べる、うん、いただきます。